オアハカ中央盆地にあるヤグルトミトラの戦士時代の洞窟群は、メキシコのオアハカ州にあるユネスコの世界遺産リスト登録物件である。オアハカ盆地のギラナキツ洞窟には、アメリカ大陸最古とされる植物の栽培跡が含まれており、付近に残るサポテカ文明期の高校遺跡やグルなどと、共にメソアメリカ文明の長期間に及ぶ生活様式の変化を伝えている。 構成資産は、トラコルラ市、ディアスオルダス市、ミトラ市にまたがる、戦士時代洞窟群のほか、ヤグル遺跡、カバリトブランコ遺跡、周辺の農業景観で構成されている。なお、ミトラ市には、サポテカ文明期の考古遺跡ミトラが残るが、それは、世界遺産登録範囲以外である。一帯には147の洞窟、岩陰遺跡が残る。その中でもギラナキツ、 クエバ・ブランカ、マルティネス・岩陰遺跡などは1960年代に初めて調査され、以降も断続的に学術調査が行われている。ギラナ・キツ・ギラナ・キツ・洞窟・テオ・シンテ、トウモロコシ、両者の後輩種ギラ・ナ・キツは古紀の中でも泣きつきに属している。この浅い洞窟は、資料採集民によって季節的に利用されていったもので、採集された後に大量に放置されたどんぐり。 栽培されていたらしい氷炭、カボチャなどが見つかっている。氷炭は容器として使われたらしく、移住生活の水の確保に関わっていた。氷炭はアメリカ大陸で最初に栽培された植物であったことが有力視されており、とりわけギラナキツで発見されている氷炭は、同地で発見されている売り、豆などとともに加速気質量分析法で、 紀元前8000年頃という数値が出ているため、アメリカ大陸最古の栽培例とされている。ギラナキツカラはトウモロコシの保軸も発見されており、年代測定の結果、紀元前4200年頃のものとされている。トウモロコシの起源は未解明だが、テオシンテという小さな稲科植物から派生したことが有力視されており、ギラナキツカラはテオシンテの花粉も見つかっている。 ギラナキツ出土の方軸は、かつてトウモロコシの最古の栽培の可能性を示すものではないかとされたこともあったが、現在までのプラントオパールや花粉などに基づく分析から栽培の起源は、紀元前7000年頃のメキシコのバルサス、川中流域にあるらしいと考えられるようになっている。しかし、トウモロコシの依存体としては、ギラナキツが最古であることに変わりはない。他に出土している、 依存体としては、メスキテ、エノキの実、ウチワサボテン、グアヘ、ベニバナインゲン、インゲンマメ、コヨーテメロン、ペポカボチャ、唐辛子、リュウゼツランなどをあげることができる。ギラナキツで暮らしていた人々は、脱性石器や魔性石器を使い、一部の植物の栽培を始めても、飼料採集を中心とする移住生活から、低重農耕生活への急速な移行は見られなかった。これは、 メソアメリカ全体に共通する点であり、数千年にわたる全身的な移向は、メソアメリカにおいて、いわゆる新石器革命がなかったことを示している。ギラナキツの人々は、鹿やウサギを狩り、龍舌卵やサボテンの実などを取ったりして暮らしていた。クエバブランカクエバブランカは、意識から古希にかけての洞窟遺跡である。意識はメソアメリカに、 ユーラシア大陸からのモンゴロイドが移住して間もないと考えられている時期であり、クエバブランカのその時期の層からは焼かれた痕跡のある多種の小動物の骨及び多性石器が出土している。草原地帯の少ない当時のメソアメリカでは大型動物はほとんどいなかったのである。時代は下って古希のブランカ機にはその層から出土した戦闘機の様式から エワカン間盆地と何らかの交流があった可能性が想定されている。ヤグルの球儀場、ヤグルはサポテカ文明期に成立した都市で、その時期のオアハカ盆地の中心都市モンテアルワンの衰退後に勢力を伸ばした都市の一つである。その遺跡は都市オアハカの東方 36km に残っている。とりわけ、その球儀場はオアハカ盆地で最大 メソアメリカ全体でもチチェン一サの次に大きいとされる。山城都市のため、山頂付近の地域からは、オアハカボンチ全域を見渡すことができる。世界遺産構成資産としては、洞窟遺跡群とは異なる。時期のオアハカボンチの発展の様子をつ、カバリとブランコは千個天気のうち、モンテアルバン通気の高校遺跡である。ヤグルの南東に位置し、建造物群、石壁、 広場などの遺構が残っている。周辺には前後する時期のものも含めた洞窟遺跡が多く残り、祭祀に使われていたらしい洞窟には祝いも描かれている。それらの一つである白馬の絵が、この遺跡の名の由来である。プリーヒストリックケーブス世界遺産登録1この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2001年11月20日のことであった。 その時の記載名は、オアハカ中央盆地にある、ヤクルトミトラの戦士時代の洞窟群で、英語の綴りが、後の世界遺産登録名とは、若干異なる部分を含んでいた。この物件は2009年1月30日に正式に推薦された。これに対し、世界遺産委員会の諮問機関である、国際記念物遺跡会議は、ギラナキツ、クエバブランカ、 ジェオシという古希の3つの遺跡に絞るべきことを勧告し、その場合にならば、世界遺産登録基準に合致する可能性があるとした。こうした判断から、アイコモスが出した勧告は、情報紹介となった。しかし、第34回世界遺産委員会では、勧告が覆され、当初の推薦通りの内容で登録が認められ、登録面積、干渉地域面積とも、 水泉寺のまま面積1,515ヘクタール、干渉地域3,860ヘクタールとなった。同じ年に審議された神のレアルで、ティエラーデントロも登録を果たし、この年の審議で、メキシコの世界遺産は31件となった。世界遺産としての正式登録名は、プリーストリック・ケイブス・オブ・ヤゲルミトラ、インザ・セントラル・バレー・オブ・アハカ。 グラットプリヒストレケイズでやげる意味とら、英雄センターでラベレイでオアハカである。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。世界遺産委員会の決議集に見られるこの採択理由はアイコモスの韓国書で構成資産をギラナキツ、クエバブランカ、 ジェオシに絞った場合に当てはまりうる採択案として示されていたものがそのまま転用されている。そこで唐突に出てくる他の植物という表現は元々のアイコモスの勧告書の文脈ではトウモロコシ以外の植物という意味で使われている。メキシコ当局は基準の適用理由をトウモロコシ栽培の開始と結びつけていたがアイコモスはそれを否定しつつ それ以外の植物栽培の歴史との関連でなら、価値を認めうるとしたのである。なお、適応理由説明に登場する、ジェオ氏は、テオシンテの花粉や魔性石器が出土している、海地遺跡で、古紀の中でも、一度は墓盆地での生活の痕跡が、途絶えた後の日から月に属し、雨季に利用されていたとみなされている。前日の通り、アイコモスはこれを含めつつ、 厚生資産を絞り込むように求めていたが、世界遺産推薦範囲には含まれておらず、干渉地域内にあった。世界遺産登録に際して組み込まれたのかどうかは、決議集には明記されていない。ありがとうございます。